ろしくお願いします。どうも、はい、今回監督の作品を見させていただいて、はい、すごくノスタルジックに描かれていて、うん、なんかちょっと切ないようなまずっぱいような気持ちになったんですが、うん、それはすごくその情景とかが関係していると思うんですが、その福岡が舞台だったじゃないですか、うん、それはなんで福岡を選んだんですか？北九州が掲げているその過去、現在、未来が交差するサンクチュアリ北九州っていうテーマがあって、あ、それをもとに、まあ、映画を作ろうと思ったんですけど、はい、その時にその一人の女性、まあ、主人公がいるんですが、その一人の女性に未来と過去と、うん、現在を与えようかなと思って、まあ、おばあちゃんが死んじゃう時に、まあ、後悔するわけですよね、うん、その幼い頃のできなかったことで、死ぬ時に後悔しないように今の現在の女性に託すというような、ちょっと時間のファンタジーを作ろうと思って、うん、できる街はまあ北九州しかないなと思ったんですよね。西洋の建物、古い日本の建物、そうですよね、で、うん、現代的な近代的な建物がいっぱいあるというようなロケ場所は、まあ、そうそうないんでね、うん、日本もね、いろんなものが積み重なってああいう素敵な映画が、うん、出来上がったんですね。いや、ありがとうございました。貴重な話、とんでもないです。ありがとうございます。